君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、最近なんかサイコパス的な内容が非常に多くなってきた、このステージ10なんですけども、でもステージ10どころかね、39まであるけど、ここまでそういう話が続くのかしら。考えるの大変だよな。はい、というわけでね、今日は空き巣、監視カメラ、彼女の傘と監視カメラってなんか前にもあった気がするな。空き巣。今日仕事から帰ってきたら窓がぶち破られていた。空き巣かと思いながら部屋を見渡すが、荒らされた形跡はない。通帳類も無事だし、この部屋で一番高価なノートパソコンすら取られていない。とりあえず警察を呼んで調べてもらったが、何も取られていなかった。当てが外れでそのまま去ったのだろうか。それなら良かったことだ。唯一の気がかりは昨日からつけっぱなしのパソコン。昨日はエロサイト見ながら寝たから履歴がやべえやべえ。性癖とかバレなきゃいいけど、と思いながら Firefox を開く。 Firefox なんだね。また空き巣に入られるかもわからないから、楽天で防犯グッズでも買うか。ちょうどポイントも溜まっているし。お？犯人は何かしてから逃げてます。何をしたでしょう。あ、この人の家に忍び込んでエロサイトを見て帰った怖い話じゃなくなってるね。間抜けな話になっちゃって。なんでポイント溜まってんだろうね。お、正解。あ、ネットショッピング。ちょうどポイントも溜まっているし、何も盗まれてはいなかったが、つけっぱなしだったパソコンからいろいろと購入されたため、ポイントが溜まっていた。ただ、登録している住所と別の住所に送付する場合は、再ログインが必要になるはずである。もしかしたら嫌がらせのために購入し、犯人の家にではなく、語り手の家に送付するようにしていたのかもしれないが、犯人自身の家に送るとすぐに犯行がバレてしまいそうだし、もしくは犯人自身の家でなく別の家に送った場合、再ログインのために ID とパスワードも一緒に盗んだ可能性もある。もしかしたら ID とパスワードを盗むのが本命だった。通販だけでなく、いろんな ID とパスワードを盗み、犯人にとってログインしたいものがあったのかもしれない。待って、解説長くね。解説の方が文章より長くね。ネット銀行の ID とパスワードが盗まれれば、振り込むこともできてしまう。過去振り込みとなると、複数段階のパスワードも盗む必要もあるが、ID とパスワードの管理が盗まれないようにきちんとしたいものである。通販でいろんなものを買い、語り手にそれらを送りつけ、さらに盗んだ ID とパスワードで SNS にログインし、SNS でつながっている人を不快にさせるようなことを書き込みまくる。なんていう嫌がらせをしようとしても、正直怖いものだが。解説がね、なんかね、長い。もうこのさ、なんだろう、この5行目まででいいよね。いや、その犯人がいろいろと購入してポイントが溜まっていっただけでいいじゃん。って思います。次。監視カメラ。大阪市内のビルで夜中に監視カメラの映像を見ていた警備員が不審な人影を発見した。トイレから出てレンズの方をじっと見てる。めっちゃ怖いやつじゃん。彼は同僚を部屋に残してそこへ向かった。現場に着いたが、トイレの前に人影などなく、見渡す限りどこにもカメラがない。無線で確認すると人影は消えたが、今も警備員の姿は映っているということだった。あ、もう一回読んで。監視カメラの映像を警備員が見ていたら不審な人影、トイレから出てレンズの方をじっと見てる、でそこに向かった、現場に着いたけど何もない、でなんならカメラもない。そもそもカメラがない。トイレでおかしなことが起きてる。それは何でしょうか。いや、カメラがないことじゃない。トイレでおかしなことが起きてるの。トイレから出てレンズの方をじっと見ている。トイレの中にいるんじゃない。トイレのカメラがない。カメラがないって不自然だよ。だってカメラ、監視カメラがないってこと。監視カメラがないとね、見れないじゃんね。
これはちょっと久々に難しい話が現場に着いたわ。人が消えてんだよな。おっつ、積水ハウスグループをよろしくお願いします。今も警備員の姿は残ってるで正解。はい、解説。見渡す限りどこにもカメラがないにもかかわらず、今も警備員の姿は映っている。そう、そうなんだよ。監視カメラがないのになぜ映像だけが送られてきているのだろうか。幽霊の視点が映像化されて送られているとなったら、監視カメラの映像が一つ増えていて不自然さを感じるはずである。監視カメラは本当に存在しているのか、なぜ監視カメラが見当たらないのに映像が送られているのか、理由はわからないが、監視カメラがないのに映像だけ送られていることを考えるとゾッとしてしまう話である。なんか解説がピンとこないな。はい、次は彼女の傘。彼が店を出ると雨が降り始めていた。傘立てから自分の傘を取り、通りへとと出る。しばらく歩いていると後ろから誰かが追いかけてきて彼に言った。あの、それ私の傘です。振り返るとそこには女性が濡れながら立っている。どうやら傘を間違えて持ってきてしまったようだ。彼は素直に謝り、彼女に傘を返すと、雨の道を濡れながら歩いた。そして家に着いた彼は彼女に別れを告げ、スペック部屋に入りシャワーを浴びた。服も体も濡れてしまっていたので、早く体を温めたかったのだ。処理しなければならない仕事も残っているが、夜にすることにしよう。シャワーから出て体を拭き、髪を乾かした彼は、身支度を整え家を出た。まだ雨が降っている。彼は自分のものになった傘を差すと、家中と急いだ。は？ですね。はい。まず自分が間違えて傘持ってっちゃいました。女の人が来て、傘を渡した。雨の道を濡れながら歩いた。これ。あ、そっか、推測するわ。あれしてなかった。はい、わかった。これはね、傘を渡した後、雨の道を濡れながら彼女の後ろをついていって、で、家に着いた彼は、彼女に別れをつけ、これでちょっと殺します、きっと。で、血で濡れたからシャワーを浴びて、体を温めたかったっていうか、まあ、流したかった的なことで、で、シャワーから出て体を拭いて、で、彼女の持ってた傘を差して家路に急いだ。違います。結構完璧だと思ったんだけどな、今。正解がね、なんか難しいよね、これね。彼女に別れを告げが明らか不自然だよね。雨の道を濡れながら歩いた。これでもない。傘を返すとだった。解説。傘を間違えて持っていかれたことを指摘しただけなのに、それで殺されてしまうなんて、そんなにその傘が気に入っていたのだろうか。でもそうだよね。推理は合ってるよね。要は彼女を殺したという感じですわ。はい。というわけでね、3つ終わりました。また次回お会いしましょう。プライムが喋ってました。バイバイ。